なとこ。あ、岡村さん、岡村さん、岡村さんだ。すげえ。うわ、あら、あら、お、お、お疲れです。トゥース、トゥース、トゥース、あら、トゥース。あ、ちょっと福山さん終わりで、福山さん終わりで。そうなの。いや、これはどえらいことですよ。俺らのラジオの岡村さんが本物のオカムですよ。あら、出た。いや、すごい。ちょっと、よい、岡村さん、今ちょっと、あの、いやいや、福山さんとこ、そうですよね、出て、ちょっといろいろこう、はいはい、あれなのよ、テレビ東京の、はいはい、テレビ東京、あ、テレビ東京さん来て、あれ、これテレビが、あとで、ね、後で交渉したらいいから。あ、もう全然、そんなの、全然取ってガンガン、ええ、ややこしいと思うけど。いやいやいや、たまさかほら、ヨシキさんも知り合いやったから。はい、知り合いというか、担当ディレクターですけど、ね。知り合いがやってるわ、思って。うん、あの、こんなんやってみたかってん、はい、こう。乱入、乱入バターンですか？ラジオとかでほら、オールナイトニッポンでやっぱ、はいはい、乱入っていうのが、なんかみんなリスナー喜ぶやんか。そうね。ちょ、前の番組のつながりで。かわいい乱入でしたね。小走りで。あんまりこう、ほら、ね、邪魔しても、あれやから。いや、すごいことですよ、これは。俺らにしたら。そうですよ。そんなことないねんって。そんなことありますよ。我々が言ってるんですから。聞いてましたよ、さっきも。ちょっとよそ行きの岡村さんを。いつも。上がってもうて。上がってもうて。もう、歌わなあかんから、はい、歌わなあかんってなってから、ちょっと上がってもうてやな。スタッフの数も全然ちゃうもん。いや、そやけど、オードリーかってちょっと人数多いで。はい、いや、そんなことないですよ。いや、これは。いや、多いよ。多い、多い。あれ、何々さんより多いですか？全然多いよ。あ、まあでも、知り合いの仲いい作家が、普通に見に来たりとかしてるんですよ。あ、そうなんや。そうなんですよ。はい、まあ、手伝いというか、なんか。あと、ドキドキキャンプ佐藤ってああ、ええ。ドキドキキャンプ佐藤。ジャック・バウアーって相方が。ああ、ジャック・バウアーの相方さんや。相方さんが。そんな顔してあったんや。ごめんね、ごめんね。そうか、そうか。こうやって勉強して。そうなんですよ。なんかちょっと、ディレクターさんが同じっすもんね。そう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 、そうなの。ヨシキ D。ヨシキ D もナイナイさんのラジオに憧れて、入ってる。でもやっぱりオードリーが好きやねんって。いや、そんなことないっすよ。いや、ほんま。それでだって日本放送入ってきてるんですよ。入ってきてるけど、やっぱり、ナインティナインって、もう、ナイナイのオールナイトっていうのはもう出来上がってるから、ヨシキさんからしたら、やっぱもう他人のもんみたいな。ヨシキさんからしたら、オードリーのオールナイト日本っていうのをこう確立していくために、今、ヨシキさんは頑張ってるから。だから、オードリー、ザ・ムービーやがな。これそれが熱でそこで繋がるんですね。そうやね。うちの、その、あれ、今何でもオードリーやもん。いや、そんなことないじゃないですか。この間のスペシャルウィークも俺、はい、ダダ滑りしてもたもん。もうオードリー、オードリーになってるからやな。ヨシキさん、もうなんか超能力者みたいなんでええんちゃいますよ。やってましたね。やってて、屋上寒いのにやな、俺。いや、聞いてましたよ、私。普通に外からやってやな、寒いのに。びっくりしました。そのオンエアを私聞いてまして。やろう？ちょうどした。だから俺、どうなってんだと思って。放送の前に、今回、ナイナイさんってゲストだ、どなた来るんですかって、ヨシキさんに聞いたら、今回は超能力者やってこれはね、もうあれやで、もう遊ばれへんで。こうなってきたら、もう遊ばれへんねん。遊べなくなって。遊べなくなって。次、結果残せへんかったら、これもうやばいから。そんなところじゃないじゃないですか、だって。いやらしいけど、いつだって貼られてたやん、そこに。貼り出されてたやん、そうですよね。はい、スペシャルウィークは、はいはい、首位。オードリーも貼ってたやん、首位言うて。俺何回も探したもん。どこにも載ってない。まあ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 でもそうですよね。敏感になりますかやっぱり。そう気になるもんですか。やっぱりこの世界で何でも結果やからな。いややってて楽しかったよ。はい、やってて楽しかったけど、はいはいはい、そうです。すごい楽しかったのよ。はい、でも終わった後にあれこれで良かったかなっていうのはちょっとやっぱあった。あ正直。うん。いやでも分からへんよね。何を欲してるか分からんよね。世の中の人たちがね。ね。うん。ええー。こんな色のあいつでやってんねや。そうですね、私。ラジオは。あの、毎回ピンクのベストじゃなくて、はい、グリーンのタンクトップ。グリーンのタンクトップでやって、あの、カスミンっていう名前のキャラクター。自分のことを言ってですね。で、やっぱね、私の中でユーミンさんのイメージなんです。ああ、なるほど。なんで、まあ、それを継承するみたいな感じで、カスミンと称して。
やってるわけよ。いや、だって、ナイナイのオールナイト聞いてくれてたのに、はい、なんでそんな時だけユーミンとか出すの違うんですよ、これ。何なんか土曜日、土曜日はユーミンさんがやってた。土曜日やってたで、我々もそういう曜日なんで。ああ、なるほど。そういうことでございます。はい。わかったわかった。はい。そうだ、わかった。結構その、毎回崩さないんですよ、このスタイルを。もう始まってから。はい、で、精神医学の人に分析してもらったら、もう誰かにならないと、不安で不安でしょうがない人なんで。うん、そうなの？もうなんかこう、はい。春日っていうのはもう、あかんねや、なんか。恥ずかしい、ちょっと。結構ラジオだから素で、うん、あ、そうやな。話すものじゃないですか、うん。だから、そんなんじゃなくて、その、ピンクじゃない春日っていうのでいいんじゃないって話になったんですけど、そうやな。これじゃないと落ち着かなくて、うん、で公開の録音の時に、うん、私服で出たんですよ。みんなお客さんに前にしたら、その、オードリー春日か、素の春日か、どっちで喋っていいか分かんなくて、公開録音なのに、一言も喋んないっていう回があれ、はい。あったりしたんですよ。ちょっとやっぱり、はい、ちょっとよう分からんのよ。春日さんって、はい、ほんまの春日さんって俺全然分からへんのよ。はいはいはい、はい。前もほら、何年か前も、はいはい、沖縄、ちょうどこの時期、はいはい、沖縄国際映画祭の時期や。はいはいはい、で、ぐるなえで行って、ほんで、終わった後、はい、まあ、みんな泥だらけになったわけよ。はいはいはい。みんなでね。やりましたね。やりました、やりました。ほんで、ちょ、シャワー浴びて、きれいきれいしようかって言ったら、はい、なんか知らんけど、はい、若林さんが、めちゃめちゃ出血してたの。ドロドロで分かれへんかって。はい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 、はい。泥まみれになってたみんな。はいはいはい。あっという間の、なんかゲームやったから、はい、生放送やったしね、はいはい。あっという間になんか、わ、終わったなぁ、言うて、はいはいはい、ドロドロなって、言って、はいはい。ほんで、とりあえず、こう、落とせ、言って、ドロバーと落としてたら、そんな血出るか、ぐらい。足からダー血出て、なんでって。ほんなら別に痛くもそんなんないねん。なんで切れたかも分からへんねん、足。そうなんですよ。俺もシャワー浴びて気づいたんですよ。めっちゃ血出てるやんってなって、はいまあ、これはあかんってなって、はいはい、ほんならちょっと病院行きますわ、みたいになって、はいはい、でもお腹空いてるから、はい、ほんなら、春日さん、はい、ご飯いいですか、はい、じゃあみんなで行こうかって言って、はいはいはいでご飯食べてて、はい、ちょっと若林さんどうなったかちょっと呼んであげやって言ったら固くなにいやダメですいやいやそうなんですよ足の具合もどうなったか聞きたいしで もしかして終わってんやったらちょっとご飯でも食べた方がええんちゃうかって言ったら、はいはいはい、いや呼ばないです、はい、呼びたくないんです固くなに電話せえへんかったそうそうなんですよなんでなみんな別にコンビでおったやん雨上がりとかもコンビでおったし、はいなんか固くなに呼ばへんかったよな。そうですね、あの時は。いや、そうですよ。で、はい、僕、その、天然素材のメンバーの方々だったじゃないですか。うん、そうそうそう。で、僕らも出たてだったんですよ。うん、で、グルー内で、で、俺も何度も春日に電話してるんですよ。もう足、まあ足縫ったんですけど。うん、沖縄で足縫って。足縫ったのよね。縫ったんですよ。そうですね。もう時効なんであれですけど。うん、もう時効や。で、春日にホテルで何度も電話してるのに全然出なくて。うんで、結局俺、あれですよ、沖縄の全然夜楽しめなくて、で、それで次の日の早朝飛行機で帰るときに、うん、原西さんがまた会って、うん、自分、ゆうべどないしてん早く来、うん、なんて、かわいそうや、せっかくみんなで飯食うってたのに、うん、して、沖縄のそば、うん、そうそうそう、ソーキそば。ソーキそばおごったるわ、つって、俺原西さんとソーキそば無言で食べたんですよ。二人で。俺な、ほんまな、なんかな、正直、まあ、俺もそうやけど、はいはい、俺以上に、プライベートおもろなかったのよ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。そんなように思ってたんですか普通にみんなご飯食べてて、まあ、俺は気心知れてるから、天然素材やから、なんかみんなでわーって言って、はいはいはい、まあ、それなりにちょっとボケたりとかするけど、はい、もう全然なんか、黙々と、はい、黙々とゴーヤチャンプル食べてるから。いや、呼んだったらって、結構みんな、早い段階で、春日離れがひどかった。で、若林呼ぼうやってなって、結構もう若林人気が高かった。本当に。はいはいはい。それはかたくなにな。それは薄々感じていました。なんで若林君を呼んだら、うん、完全に若林も流れると思ったんで、うん、もう絶対呼びたくなかった。
春日離れがもう止められなくなると思ったんで。なかなかの、こう、なんやろう。好青年でもないしやろ。なんやのっていう感じやったよ。全然トゥースも言わへんし、なんか食べやーって言ってもありがとうースとも言わなければすいませんみたいな。次の日の朝、みんなさんおっしゃってましたよね。うん、数が全然終わったから、初めてプライベートで飲むっていうのは初めての時期だから。そう、初めての時期はやっぱ一番後輩ですし、うん、そこはなんかもう皆さん方のこのワイワイをこうね、ちょっとこう眺めているだけみたいな。な感じ。今は違います。今だったらもうバンバンしますけど、もう緊張してるけど、あの時はもう、テレビで見てたあの方々がお酒を飲んで楽しんでらっしゃるっていう状況でございますから。でも、相方が出血してな、病院運ばれてんのまで見てんのに、はい、みんながなんか食べさせてあげたら言って、はい、ホテル一人帰ってもうこの時間やったら何も空いてないで言って言うてんのに、はい、そうそう、やったもん。そうですね、やっぱり全然電話出なかったですからね。変やな。変なんですかね。私俺それで、沖縄の病院で俺足切ってすねからすね全部真っ赤になってんのに、うん、藤本さん顎打ったっつって、先輩だから先どうぞって、俺血だらけなのに顎打ったっつって絆創膏1個だけ当て出てきた。2分ぐらいで出てきましたもんね。いや、あれももうなんかどうかしてるロケやったな、あの日。あれちょっとハイでしたよね。あれハイやって、ちょっとなんか沖縄っていうのもあって、なんかドロドロになって、みんなもまあ生やったからっていうのはあるけど、あれはちょっと危なかったな、全体的に。なんか、そうですね。なんか、出血してるし、顎痛いわって言ったら、もうちっちゃい救急箱出てきてな。出てきましたね。あの怪我すること想定外やってんなっていう、急遽出てきた箱に、なんかちょっとした消毒液で絆創膏みたいなだけやったもんな。あれではもう若林さんの出血止まらないな。そうですね。何がどうなったのかわからないけどね。でバスでまあみんなもちょっとだけ泥取って。早飯行きたいのに病院で、そうですね、行って寄って病院行ったんよってな、行って寄ってからで下ろして、そうそう、若林さんもちょっと行ってきますよ。あれ変やったな、ロケバスでみんな乗ってんのに、病院先行きますって言って病院行って、そこでなんか、そうですね、すみません、お先行ってきます。変な感じやったわ。ありましたね、うん、もう帰ろうかな。いや急ですね。いや、あんま長いこと喋ってもあれやから、はい、オードリーのこのスタイル崩すことも。いやそんなことないです、全然。オードリーのオールナイトニッポンっていう、いやもう崩してしまうこともある。いてくださるんだったらもうずっとこういていただいても全然構わないです。我々お寿司食べに行きたいね。今から行くんですか。いや、こんなことまあないからな。そうですよね。いや、そういう日ってスタッフさんと行くんですか、飯食いに。いや、あんまりスタッフさんとも行かへんけど、はいはい、今日は行ってみようと思う。あら、今日は行ってみようっていうランクの人じゃないですよね。そうですね、経歴的に。いや、今日、土曜日やろ。1時、はい、土曜日の1時やもん、はいはい、いつも何してんのかな。グルナイとかか、グルナイとかやと思う、多分。ああ、グルナイか TBS なのよ。はい、はい、そうだから、そうなのよ、はい、今日なかったから。そうですね、両方。結婚するんですか。結婚する感じなんです。いや、あの、はい、それがうまいこといかなんだ。そのステそのステージまでいかなんだ。なるほど。そうでございますか。まあ難しいですかね、やっぱり。難しいわ。難しい。難しいですか、やっぱり。やっぱり、結婚とかよりも、はい、まず、誰かと同棲せなあかん。はい。そうですよね。うん、意外と結構、急に二人で住むと、あるらしいですね、自分の生活の。もう今もう自分のリズムできてるから。
はい、長いですもんね、失礼な話ですけど、うん、そのスタイルが確立されてから、うん、そうやね、どんどんもう快適ライフになってきてるから今家政婦さんも雇ったし、あ、そうなんですか、そうそうそう、あのフィリピン人の方、あの雇ってお掃除もしてくれるし、洗濯もしてくれるし、で今日精米機が届いたし、ガッチリ独身の、あ、精米機、精米機、家で精米をしてるんですか、で、ネットショッピングできるようになって、ネットショッピングで初めて買うたんが精米機やった、で今日精米機届いた、じゃあもう結構家で米を精米して、うん、美味しいお米を、美味しいお米今日ちょ炊いてみたの、これがまだ全然ちゃうわな、あ、そういうもんですか、あれやで、お米とかやっぱみんな、はい、普通に買ってるとは思うけど、はい、ええお米買っても、はい、もう早い段階で食べへんかったら、はい、そんなもんもうあれやで、ただの白ご飯やで、ね、そのちゃんと精米してやね、はい、やったらもう全然ちゃうから、あ、そうなんですか、白米磨きモードとかもあんねんで、俺白米磨きモード使ってん今日どう違うんですか、磨きモードじゃないバージョンよくわからないんで、いや普通 の、 あの、はい、玄米じゃなくて、はいはい、白いご飯もあったから、はいはいはい、白いお米ももうフルなってんのよ、はいはい、そんな一人暮らしだから、はいはい、バカバカ食べへんやん、そう、食べへんやろ、はい、だからそれそのお米を入れたら、はい、表面を磨いてくれんの、はい、ほう、表面を磨いて、はい、で、あの、なんちゅうの、精米したてのお米みたいにしてくれるわけ。はいはい、へぇ、それはやっぱ違うもんですか、え、それは岡村さんが炊いてるんですか、うん、そのフィリピン人の方じゃなくて。違う違う、俺が炊いてるのよ。あの、土鍋で、今日。土鍋で炊くんですか、土鍋で炊いて。電気釜じゃなくて。電気釜使えへんねん。あ、そうなんですか、あ、精米機でやって、土鍋。精米機でやって、俺はもう土鍋。めっちゃくちゃいいコンディションのお米を。うん、それは、おかずどうしてんすか、おかず、うん、キムチと海苔だけ。それはなぜかご飯を、ご飯を美味しく呼ばれようと思ってるから、美味しいご飯の味を、と思ってるから、ね。それは何合ぐらい炊かれるんですか?2合。2合も食べきられへんから2合炊いて1合ぐらい食べて、はい、で、あの、あれよ、タッパに入れて、はい、冷凍庫に入れてきて、入れてきての、はい、日本放送。あ、なるほど。そうなんですか。そうや。全部テレビとか見ながら食べてるんですか、普段。なんか食べてる時は。え、若林くん、なんかちょっと僕をバカにしだして。いや、してないです、岡村さん。いや、俺ら。バカにしてんのか。いや、わざわざこうやって来てくださった。はい。ちょっとずつこう、なんちゅうの、違うんですよ。ツッコミ特有のいじり。はい、ああ、これは良くないですね。いじりが来てんちゃう、いや、これは良くないですね。いや、あの、ラジオであるじゃないですか、岡村さんの人、家一人ライフが、高校の時の聞いてたテイストからあんま変わってないな。いやでもこれはねほんまに精米機の凄さを分かってないからね。僕の時もだって全裸になって鏡に体映してるっつって、それで30分ぐらい、うん、でとか聞いたよ、その局、うん、部を机の上に乗せて見てるとかそんな、うん、聞いてたよ。いや今日もだからな、ちゃんとその精米白米磨きモードにしたから、はいはいはい、ちゃんとお水つけて、はい、で30分待ったんや。お米に水分。待ってる間は何してテレビ見てんすか。そう、あの釣りチャンネル見てた。釣りチャンネル。釣りチャンネル見ながら、まあ、スロージギングいうのやっててね。はいはい、スローでこうなんかジングやって、ほんならなんか寝魚が釣れるっていうのを見て、待ってたのよ。ほんで。もう、あれよ。タイマーもこうだから、100円ショップで。タイマー。はい、タイアラーム鳴るやつ、はい。その時はどんな服着てるんですか、何やっておい、いや、いや、そう、おいおい、ちょっと、いじったのか、今。想像してないんですよ、俺。くっきり。ちょっとこう、はい。火つけてもたんちゃう。若林さんに火つけてもたんちゃう。そうですね。いや、想像してスウェットですスウェットと T シャツです。それで、ご飯待ってるんです。はいはい、ちゃんと水吸うまで。はい、で、タイマー合わして、はい、で、最初中火でやって、はい、5分。あ、じゃあ、拭いてから、ピューって なるから、はい、穴からシュー。シューってなったら弱火にして、はい、そこからタイマー合わして5分。はい、で5分になったら火止める。はいはい、止めて今度10分に合わして、はい、10分間蒸らしや。はい、時間かかりますね、これだいぶ。せやね、意外と。米を、飯を食おうと思ってから、もっと30分待って、
て。でも美味しいお米を食べるためやで。今日初めて精米機買って、土鍋で炊くっていう。はい。そ、え、なんなんそれ、な、あかんの？いやいやいや、全然ないですけど。そんな雰囲気出してないですよ、俺ら。だから、結局その、白米、その、銀シャリが できるまで、1時間ぐらいは湯にかかるわけです。湯にかかる。で、まあ、バカ畑でわーっとこう、米が立ってて、綺麗に光ってて、1時間ずっとテレビ見てるわけちゃうからな。ああ、そうですか。はい。うん。はい。いろんなことされてるんですか？ DJ もやってるから、今。あ、DJ やってる ?DJ オカもやってるから。あ、CD で。はい。ちょっとだけ。はい。ハウスミュージック繋いでるかな。何も、ご飯だけ待ってんちゃうで。じゃあ、台所で、シューって言ってる間に、スウェットと T シャツで。10分は、10分蒸らさなあかんからな。10分ぐらいやったらもうあれやもん。10分ぐらいやったらちょっと2、3曲繋げるかな。かっこいい。せやろ、何も。はい、昔みたいに全裸でいてないよ。ハウス、つなげてるよ。そうですよね。そうやで。何やの。おしゃれライフですよね。おしゃれライフ何やの、何やの。いや、そんないよ。いや、俺ら。今、お料理できる男子流行ってんねんから、もこみちくんとか見てみーな。はいはいはい。えらい人気やからな。そうですね。そうですよね。やろ？はい。おかみちくんやん。逆漫画みたいになってる。おかみちくん。それだけおかみちくんになっちゃった。蒸らして。蒸らして。バカにしてんじゃん。帰んねん、もう。鶴瓶さんみたいにここにおしっこして帰ったの。やめてください、やめてください、おしっこやめてください。でもほんまに美味しかったよ。ツヤもあったし、ツヤがあんのよ。それを食べた瞬間にやっぱりうまいっていう、あれいつもとちゃうって。それってなんか、あのうまいって言うんですか、一人で部屋で。あ、一食目うまいとは言わないけど、おーと言うたよ。なんか、スマートにいじり倒してない？いじり倒してないですよ。いじり倒してるのか。いや、お前だろ、お前が今、ルート引っ張ってただろ。美味しいご飯食べて何が悪いのよ。いや、悪くないだって、この世界入って、美味しいご飯食べたいと思ったやろ。いや、もちろん思いました。美味しいご飯食べたい。ええ女抱きたい。いい車乗りたい。いいとこ住みたい。そのうちの一個やないかいな。昭和の芸人の。そうですよね、そのうちの一個やない。そのうちの一個やない。ご飯食べたい。だから、いろんな外食とかをしてきた上で、やっぱり、精米機で、土鍋炊くのがうまいっていうところに来たんですよ。なんでやろなと思ってて、実家で食べるお米が、なんであんなうまいのか、なんでああなれへんのやろうと思って、炊飯器をええのにしたところで、一向にその味に近づかれへんかったのよ。ちゃうかって。精米にヒントがあった。なるほど。精米したところで、あの、家やったらな、どんどんどん毎日ご飯炊かなあかんわけやん。はいはいはい。ね。はい。んで、そやけど俺なんか一人やから、はい、こう、お米、あの、ドーンってもらったらもう全然減らへんかって。はい、だから、ね、新米や言うてもうても、小米、ここ小米、はい、何米か分からんなってきとったやん。はいはいはい。それをこう、磨きよんでな。なるほど。こう、磨いた後パッて見たら、やっぱこの、なんやろ、黄色い粉がいっぱい。あ。溜まるところに。はぁ、溜まるところに溜まってた。あるとはあるんですね。うん。うわぁ、こんなに、はい、みたいな。はい。ほんで、やっぱり、はい、白い、ピカピカのご飯ができましたよ。はい、ああ、精米なんすね。うん。だから、やっぱり、玄米を買って、精米機して、自分の食べる分だけ精米して、食べたら、はいはい、ご飯は美味しいよ。ご飯はね。なるほど。はい、なるほどって何やねん。いや全然気持ちいいここにあらずの。いやいや、ありますよ。もう次行こうとしたもんね。いや、してないです。なるほどって言うて、もう。いや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 。いや、私も精米機ちょっと注目してみようかなと。注目そこは全然ノータッチだノータッチやったろ、全然。考えたこともなかったですね、精米と。いい米を買ったら自動的にうまいの。違う、全然違う。できるやつがあるからね、美味しく炊けるっていう。今、遠赤外線なんとかだけ。そうなんじゃ。釜のなんとかだけみたいな。そんなんで炊いたところで、もう古いお米になってたら、全然ちゃう。ツヤも何にもない。パサパサや。そうですか、やっぱ。名前だけ。そんなもん。精米してあげないと。ちゃんと。もう玄米で買うべき。まずは。うん。はい。なんぼかもうだ、俺精米してあげるし。あ、本当ですか？いや、コイン、精米機や。
え、先輩をコイン精米機にしていいですか？いや、もうオールナイト仲間やからな。あ、はいはい。だから木曜日に俺、精米してあげる。よしきさんに渡しとくか。よしきさんに玄米預けたら。預けたら。預けたおかみちくんが。おかみちくんが。ウィーンって言って、まあ、精米して、はい、で、まあ、土曜日にはまた、オードリーとこに、はいはい、あの、美味しいお米が届くからあら、もうでも、金土。まあまあ二日ぐらいか。二日なんか全然大丈夫大丈夫。ペットボトルに入れてた。ああ、はいはいはい、はい。なるほど。ちょっとやりたいですね、本当に。そんなに美味しいご飯が食べれるなら。美味しいご飯食べた方がええやろ、だって。そう、それはそうですよ、本当に。お、500円、うん。ワンコイン。あ、500円取るんですか取るんですかええお金ちゃん500円取るか。いや、だってそんな、先輩が。先輩がなんでタダで後輩のお米を精米せなあかん。いや、自分言ってくれたから。精米するよっていうふうにおっしゃっていただいたから。500円ももらわずに、やってたらただのお人よしやん。そうですね。そうやろ、そんな。そうですね、はい。おかしな先輩やん。まあ、まあ。気持ち悪いやろ、そんな。確かにそうです。何も。精米してきたやるわ、言うて。何飲み会もないのに。そうっすね。そうっすね。精米だけしてきたら。はいはい。飯食う。なんなん、精米先輩って。そんな先輩おれんやん、精米。飲み絶対やるわってわかりますけどね。精米してきたるわ、お前。ま、精米してきたるわ。お前も来いよ。来いよ、言うて、ボーンって言うてるだけの話や。そうっすね。でも美味しいお米が炊けるっていうのは、これ間違いないから。ああ、はい、ちょっと興味深いですね。ええー、そうやと思うの。はい。うん。だから、え、外食？外食産業？もう外食産業ですよ、本当に。たっぷりですね。じゃあもうそんなあかんで、でも。はい。ちゃんと野菜食べてる？野菜、まあ、野菜ジュースをたまに飲むぐらいですね。そうですね。がっつりはあんまり。でもやっぱりこう、ラジオ終わったりしたらどうしてんの？ラジオ終わった。トロもう、まあ、始まる前に食べるか食べて、なるべく食べないようにしますね、やっぱり3時以降は。ああ、でもこれ今、はい、俺のこの精米機の話聞いたから、はい、めっちゃご飯食べたいやろ、はい、白いご飯めっちゃ食べたいやろでも今3時に帰って、はい、道中、はいはい、コンビニ寄っても、はい、ないでご飯ちょうどこうお弁当が運ばれてきて、あのもう入れ替わるとか、3時っていうのはそうですね。そうやね。あの棚ではこう黄色とか緑とかのやつでは来てんねんけど、まだ入れてないからないでご飯。そうっすよね。そうっすね。ちょっとじゃあ精米してもらっていいですかね。一旦そうで帰って。いただいて抱いてきてもらって、すいません、なんでやねんなんでやねんそんなねえ、そんな話聞かせてもらっちゃったらもうちょっと勇気出して二人で行ってみましたけどここまで行けるの、行くとでも思ったのかあ、ほんなん俺精米してきてあるわって言うとでも思ったのかとんだコンビやな、こりゃ。オードリー行ったら。え？もう帰るで。お寿司食べに行く、はい。今日はもうお寿司食べに行くの。今日お寿司なんですね、はい。お寿司食べに行こうと思ってるから。かしこまりました。だからほんまに、はい、もし、美味しいお米食べたくなったら言ってね。あ、ちょっと、本当に興味深いです。どんだけ違うのかっていうのを。はい、試してみたいっていうのがあるんで、はい、食べ比べてみようか。食べ比べしよう。そうですね。食べ比べしたいですよ。ほな電気釜で炊いても大丈夫ですか。じゃあほんな勝負しようや。はい。勝負。うん。勝負。やめとく。いやいやいや、何の勝負かな。全然敵対してなかったんで急に勝負って。いやいや、ナインティナインのオールナイトニッポンが炊くご飯と。はい。オードリーのオールナイトニッポンが炊くご飯どっちがうまいか選手権やりましょう。あかんで精米機買うたりとかしたら精米してきたやつちゃうで、自分らのお米やで、はい、俺は精米機使うよもちろん、はい、精米、はい、精米機、はい、精米機を使ったお米で、はいはい、土鍋で俺は炊く、はい、ああ、じゃあ我々は。いや、米でいいっすか、じゃあ。結構いいって言われてる米をもらって。いいよ。でも、いいよ。バッチリ炊いて。ね、その、あの、高級炊飯器で炊けばいいじゃない。はい。はいはいはい、はい。ああ、いいさ。俺は、まあ、あの、ノーブランドの玄米を、
購入して、はい、自分で精米して、はい、土鍋で炊きます。その大会、他のオールナイトニッポンで参加する人、募集。はいそうですね。その、みんなで。みんなで。もう、やりたい人はやで。もう、ナイティナイトオードリーは決まったから。はい、そうですね。でも、もしかしたら、栗万太郎さんも終わってもったからな。栗万太郎のオールナイトニッポン R は終わってもったから。はい。2部も、これから、いろんな人入ってくるから。入ってきます。はいはいとかも来るから。ああ、そうですよね。はい、だから、もしかしたら米にこだわり持ってる人いるかもわかんないですからね。ミワちゃんとか、はい、AKB とかも入ってくる。ネスミスなんかもういい米炊きそうじゃないですか。ネスミスなんかパンやんけ、パンネスミスなんかパンやん、パンパン今作れますからね。米粉パン作ってきますよ。ネスミスはパンやん。ネスミス違うよってなります、ね、ネスミスに美味しいご飯はない。ネスミスイコールパン。だからもう絶対勝てない。うんうん、いいよ、はい、だからほんまに勝負しようや。はい、いや勝負しましょうよ。そこまで言うんやったら。俺らそんなに言えないですけど。そんなに、本当っすか？こんなケチョンケチョンに言われたら。そんな言ってないっすけどね。ど大会や。でももうちょっと試してみたい、ね。第1回、うんはい。お米選手。それ第1回ですよ。第1回。誰審査員にする？いやだからそんなもん本当料理人の人がいいですよ。味わかる人じゃないと。ちゃんと審査してくれる人がいいですよ。何人か一人じゃダメでしょうか、はあ、ね、はあ。そうやな。はい、あ。ちょっともこみちくんにそれこそ来てもらって。そうな。はい、あ。あ、もこみちくんそうですね。もこみちくんはでもオリーブオイルの使い手やったりする。確かにあんま米炊いてるイメージないから。お米に詳しいって感じじゃないのかな。せえね、お米に詳しい。米に詳しい人って誰なんだろう。お米やで、お米。でも、それでもメラさんとかメラさん。メラさんで米入ってるじゃないですか。そんな二人で。いや、大丈夫。言いますよ。急にベテランギャグ放り込まれたから、反応しますよ、我々は。メラさん出てきたんですから。ええ。米が良くて美しいですもんね。そうです、ね。で、一番ですもん。でもまあ、メラさんで売り出しようか。審査員に。メラさんちゃうの。でも一番の審査員ちゃうの。メラさんいじって終わっちゃうんじゃないですか。お米食べんと終わってまうわ。よし、はい、そこまで言われると思います。そんなこんなんなんですけども、そんなもう絶対負けへんわ。そんな結構いい米もで炊いてきていいですか。全然いい生ですけど。あ、構えへんよ、はい、もうじゃあ全然構えガッチリ調べていろんな米を全国の、はい、あ、だからリスナーからじゃあ募集したらええや。うちの、あ、そうですね、うちのお米、おいしいお米ですけどみたいなリスナーでいけるんちゃうか。まあ、そうそう、もしかしたらお米作ってる人もいるかもなんですよね。俺なんかノーブランドやもん。はあ、あ、その玄米自体は。はい。はいはいはい。わかる。ノーブランドのやつ買って、じゃあ買ってこい、ノーブランドのやつ。え、何ですか？ノーブランドの。ノーブランドの玄米。ブランド米で、ブランド米で。これで美味しく炊いてみろって言うてくれ。ああ、こっちから。ああ、なるほど。これを精米したい。これでお願いしますって言ってもいいですか。あ、じゃあ、それいい。オタクらはもう決まってんねんから、もう。はいはい、有名なやつやろ、有名な。もう、それはもう。銘柄。はいはい。うん。そうやで。来いよ。え、でもその辺で買ってきたら。その辺で買ってきたら。でも全然いいですか。玄米でいいんですか。はい、構いません。じゃあ、ちょっとネスミスにも言っときますよ。ネスミスはパンやん、言うて。一回声かけてもいいですか。ネスミスにパンでしょうけども、一回こういう催し物がありますよ。後からね、知って、今んとこ、でもそんな、うちお米、はい、オードリーお米、はい、ね、ネスミスパン。なんかパン美味しく感じるよ。ご飯、ご飯、パン。岡村さんがパンって決めてるから、はい、ネスミスはでも、ご飯かもしれないです。はい。それご飯で統一させますよ、そこは。勝負する品は。はい、ああ、いいよ、じゃあ。はい、声はかけます。じゃあ、炊飯器は持ってんの、はい、いい炊飯器。いえ、あります、あります。そこそこいいやつだと思う。ああ、なるほど。ああ、じゃあいいよ。じゃあ、そうですか。そこまで言われると思わなかった。そうです。こんなんもうやろう。やるしかないわ。言うように聞こえてんだろうな。まあ、重い腰上げた。重かったです。腰ずっと上がってましたけどね。こんな大会が開かれるとはな。はい、いや、そうですね。主催者岡村さんですけどね。もう自作自演もいい。狙いをしかずさんも来てくれるか分かんないですけどね。まあ一応、狙さんに。まあ、あと矢部さんもね、公平に食べてもらえるんじゃないですか、そしたら。ああ、そうですよな。でもあいつクロワッサンが好きやからね。ネスミスに入れようね、絶対。あいつ何かあったら、あいつ何かあったら甘いパン、甘いパンって言おう。ちょっと甘いパン買うてきて、みたいな。っていうか、ネスミスはパンパンですから。パン出るならご飯で勝負ですから。
ほんなネイスミス、ファンやったらもう、あれね、はい、アウトね。アウトにしますよ。ネイスミスがもしパン持ってきた場合。いや、それはもう、失格としよう。ちょっとそれだけ、だって、米の大会だっつってんのにパン持ってきたら、僕でもう、喧嘩売ってるとしか思えない。それはもう、失格とします。うん、OK、わかった。AKB も、ミワちゃんとかね、声かけて。うん、AKB? うん。そうやな。もう、ゴールデンボンバー君にも声かけて。そう。OK、来いよ。イマジンスタジオ押さえとけよ。イマジンスタジオがクッキングスタジアムに変わる。できるのそういう料理とかは。キムチもちょうだい。ちょっとご飯とはちょっときついから。とか、だからその、ね、海苔とかね。焼き海苔とかね。ちょっとしたやつ。よしきりよ、美味しいお茶を持ってこい。自分で探して、そうね。白いご飯に合う美味しいお茶を持ってこい。うん。ドキドキキャンプおう、うん、遊びに来てない。おう、手ぶらで来い。来ますよ。うん、手ぶらで来い。美味しい、美味しいお米食べさせてやるぞ。ドキドキしながら食べろ。君にはテントを用意してた。ドキドキキャンプという特設のやつや。いいですね、それも。交代具。よーし。そんなに言われると思わなかったないんだよ。よっしゃ、わかった。聞き返してみよう。研究に研究を重ねてやる、こっから。はい、もう、でもベストなんですもんね、今。白米モード。白米モード。そうですね。その玄米はこっちから提供してみます。ああ、いいんですよね。あ、じゃあそこがハンデですよね、だから。そうや。はいはい、それはもう全然構え。わ、はい、かりました。やりましょう。うん。はい。やりましょう。小麦粉とか持ってくんだよ。パンの原料。いや、だから、ネスミスは持ってくるかもしれないですけど、うん、俺ら大丈夫です。ね。俺ら頼むで。大丈夫です。はい、米です、米。よし、わかる。米です。はい。はい、覚えとけよ。はい。覚えとけよ。はい、っていう。俺らそんな言ってないんですよ。はい、そんなに。こんなケチョンケチョンに言われる。いや、そこまで言ってない。全然言ってないです。そこまでとか全然言ってないです。覚えとけよ。こんな、アウェーで。いやいや、乱入してきたんじゃないですか、だって。乱入してきた。アウェーで対、決闘するだ覚えとけよ。ギャフン言わしたるからな。いやいや、こっちもやるからには。全力でいきます。本気で来いよ、やんねや。もちろん、もちろん、もちろん、本気でいきますから。はい、お米やなんや、言うなよ。いやいや、もうベストの状況。やりますよ。バカにすんなよ。はい。はい。おい、日本人の食やからな。いや、米はそうですよ。俺が帰った後に悪口言うなよ。言わないですよ。言わないですよ。言わないです。言わないです。今大丈夫、ネットで、ネット荒れてないの大丈夫です。大丈夫全然大丈夫ですよ。はい。はい。覚えとけよ。覚えとけよ。ありがとうございました。ありがとうございました。すげえな。なんだ、どう、話完全にテレビ局の人帰ってるな。ずいぶん前から。一緒に来た。ずいぶん前からいなくなってたよ。ねえ。うん。いやー、びっくらこいたな。なんだったんだろう。結果、お米の勝負することになったね。そのイベントが、まずね、うん、あと、その、スペシャルウィークにも絶対ね、うん、来てくれないと乱入っていう形で。乱入、すごいな。すごいな。乱入初体験で、ちょっと岡村さんを舐めちゃうっていう、その、うん。舐めてちょっと怒られてたもんね、あなたなんて。いや、お前もやったの。いやいや、私なんだよ。俺だけにするなよ、お前。うん、すげえな。いやー、ちょっとすごかったですな。ちょっと興奮したな。ちょっと、いろいろ。岡村さんと3人で喋るってな。いや、ほんとよ。すごいよ。すごいよ、だって。これは俺ら。高校時代俺ら、聞いたんだから。すごいことよ、これ。本当だよ。ねえ。おー。びっくりした。あー、びっくりこいた。